はい、どうみさん、こんにちは、こんばんはです。ということで、今回は、少し前、ってか、あれか、ネクタルの時に、落ち水出たんで、果肉ちょっと使って、遊んでございます。なんか、ツイッターかな顔で多分見たと思うんだけど、なんか、金木くん使ってかかってる人いて、あ、そういうのは適正かって思い出して、ちょっと遊んでなかったんで、ちょっと、せっかくなんでってことで、使っていきます。で、金木くん、ちょっといろいろとね、遊んでてね、紋章もがっつりついてる状態なんですけど、それはご了承ください。さあ、どうだろうね。僕普段は、アスナアルファとデミリアルファ使ってるんですよね。落ち水攻略するときは。それだとね、結構この辺のね、処理めんどくさいんだよね。お、いいっすね。これはね、今までだったらあんまできなかった。多分ね、アスナアルファとね、ミリアルファってどっちもね、スピードだったはずなんだね、線形が。それでね、ちょっとね、削りだったりとかね、雑魚処が大変なんだよね。さあ、いい感じに入っていく。これ SS 使えたりするかな、結構。サクサクいってね、使えないパターンも全然ありえんだよね。金木くんのスペック的な話すんなら。まあ、あとね、落ち水のクエストってね、こうやってカンカンするクエなんだけど、シールドがあるクエスト、場所だったら、だいたいシールドね、壊れてね、なんだっけ、あ、ソウルシーザーで、回復できちゃうから、多分問題ないんだよね。っていうかね、今ね、見えたけどね、なんで友情で削れてんねん、シューボス。あんた本来殴りでやる、やつやろって、あー、ちょっとやった。どこで遊ぶとねーん。でも楽しい。はい。慎重にやっとこう。ターンは割とあるからね。でもね、最近になってこう、いろいろとさ、金木くんやっと使えるみたいなね、展開多いんだよね。それこそ、近畿新鋭の光もそうだし、あとは、まあ、三日の大地はやから多分、コラボ期間中も来たのかな、あんま覚えてないけど、使えたりしたからね。いやー、やっぱね、自分の好きなキャラ使うの楽しいわ。本当に。まあ、SS も心配してたけど、全然問題ないですね。使えそう。やっぱね、4カメラでちょっと遠いんだよね、場所が。だからね、ちょっと顔をね、動かさんだけどね。あとね、マイクから離れるからね、声だいぶ遠くなる。さあ、これ、どうしよう。権利なしできるかな。ああ、そもそも入れない。それ論外。さあ、これどうしよう。入れる？ちょっと、クソっぽいっすね。オッケー。上って大丈夫だよね。狙って撃っとくか。何もできないのはもう嫌なんだ。あ、めっちゃ消せた。え、そっち？ああ、全然大丈夫だった。もうね、落ち水やんのもね、意外と久しぶりだからさ、忘れてる、普通に。なんか、霊薬シリーズだっけ？この、落ち水出るシリーズって。その辺もね、なかなかね、周回しなかったからさ、だいぶ言い訳だけど。久しぶりなんだね。
立っては意味ないよね。そうか、こっからはボス、ワンチャンワンパン狙える？むずいかな。一応カレックのエフェスってね、その直殴りの、ね、恩恵もあるにはあるから、いけなくなすんだよね、ワンパンも。ただ他のねキャラのワンパンキャラに比べて多分割合の方がね強いからね、要素としては。だからなんとも言えんのよね。多分一匹いけそうだな。オッケー、激変化は踏めなかったか。さあ一旦ここも打ってみましょうか、 SS。はい、何もできないのはもう嫌なんだ。おお、苦しみ焦がれるは人間の罪、所詮お前も人間であろう。これあれかな、ワンパンとか試したいから、どうしよう。てか、なんかここは弱点ないから無理かな。あれやったっけ、もうマジで覚えてない、やばい。どうしたっけ、弱点あったらもう打っちゃうか。ないね。じゃあここ普通にハモリに行きましょうか。いやダメージ出るね、ほんと。まあ動きまくれて、よし、ケース。まあ、ちょっとね、手こずったっていうか、まあ、クソップとかいろいろしたせいでね、6分ぐらいかかっちゃってね。で、そこでパック打って遅延かけます。で、1P で打ちましょうか。あ、3P だった。もうおじいちゃん。さあこれどんだけいく？ドン強っ。ワンチャンワンパンあるよね。いやでも楽しいなこのクエスト。はい、ということで、まあクソ余裕で勝てたね。まあもともとね、その最初で話した編成でも多分負けはなかったから、まあ、もっと強いけれどそれはね勝てるかって話だから。サンドロ渋い、もっと落ちてくれ。運極遠いんだよな。はい、ということで、まあ、今回はですね、落ち水がたまたまネクタスの時に来てくれたんで、あのカネキくん試せました。まあ、普通に強かったですね。まあ SS をねボス1でしっかりワンパンできるかどうかを試せれてないのはちょっとあれなんですけど、まあ、またね、タイミングがあれば、試してみて、まあ、X というか、まあ、Twitter でも上げようかなと思います、その時は。ワンチャンショートも上がるかもしれない、その時。うん。まあ、でも楽しかったですね。多分今後はもう、カネックの艦隊になるかな。落ち水は。っていう感じですね。まあ、あとはね、これ、紋章外れたらどんだけね、敵の削りとか、ボスというか、雑魚か。雑魚削りがどんだけ大変なのかっていうのは、若干の保養素になるかな。まあ、でも言ってもね、バランス型で高火力持ってるからね、カネックン。そんな考えなくていいかも、いいかなと思いましたね。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、ちょっとしたお遊び動画でございました。それで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ皆様、高評価とチャンネル登録ぜひぜひお願いします。また、X9Twitter やっております。こちら概要欄にリンクございます。こちらからフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、お送りした。ありがとうございました。